日本航空アンカレージ墜落事故は、1977年1月13日早朝に、ジャルカーゴの貨物便が、アメリカ合衆国アラスカ州、アンカレージ国際空港を離陸した直後に失速、墜落した事故である。死亡したアメリカ人機長の体内から多量のアルコールが検出されたことから、離陸時に正常な判断操作ができなくなっていたことが、事故原因とされており、 貨物便ではあるものの、大型ジェット機による営業運航便の航空事故としては、極めて稀な運航乗務員の飲酒が原因の一つとされる墜落事故である。事故機と同型の DC-8 日本航空8054便は、ワシントン州モーゼスレークで、食肉用の生きた牛56頭を積み込み、グラント郡国際空港を出発、アンカレッジ国際空港を経由して、 東京を終着地とする国際貨物チャーター便だった。アンカレッジまでは別のクルーの操縦で同日の5時3分に到着し、所定の点検作業が行われた。東京へのフライトは、米国人機長と日本人の副操縦士を呼び、航空機関士が担当した。6時35分頃、霧の濃いアンカレッジ空港の24リットル滑走路から離陸してすぐに、 バフェットが発生、そのまま失速状態となり回復できないまま墜落、炎上した。離陸滑走開始後1分強しか経過していなかった。機体は全損し、フライトクルー3名と積み荷の牛の世話係2名の計5名全員が死亡した。ホテルに宿泊していた東京行きのクルーは3時30分には、起床4時30分頃に、ジャルサシ回しのタクシーでホテルを、 出発5時頃には飛行場の運行事務所に到着した。当該タクシー運転手は、機長のあから顔をどんよりしため、尻滅裂な会話、ドアに捕まらなければ、自分で車から降りられない様子を見て、このことをタクシー会社の配車係に電話で報告した。報告を受けた女性配車係は4時50分頃に、JAL の契約整備会社の運行エージェントに電話して、 空港まで乗せた JAL の機長は命定していたと運転手から報告があったと伝えた。この運行エージェントの男は JAL は異常なことは何でも見つけるし相応な対応をするだろうと答えている。その後6時20分に彼はその上司との会話の中でこのことに言及し、たとえ機長が酔っ払っていたとしてもすぐに副操縦重視が止めるだろうと話している。 ジャルの運行管理者とモーゼスレイクから操縦してきたクルーたちは、この機長を含む東京行きのクルー全員に関して、何らの不自然なところは感じなかったと述べている。ブリーフィングもスムーズに進行し、特段の質問も出なかったという。クルーらは5時15分ごろに飛行機に乗り込んだが、彼らを乗せて事務所からエプロンの飛行機まで送った自動車の運転手は、 機長に変わっったたとところはなかったと証言している中期位置を離れて、離陸位置までのタキシングの際、機長は時期の位置がわからなくなり、24リットル滑走路からの離陸であるのに、誤って 24R に侵入し、そこで離陸準備完了などと自ら無線連絡を行った。管制塔から間違いを指摘されて、ようやく24リットルにたどり着いた。 6時34分に離陸滑走を始め、速度 V1 を超え VR に達した時点で、服装重視によりローテーションがコールされ、機長もそれを復唱したが、実際にはコールよりも早く機種上げを始めていた。この時点で、自ら10度とコールを行ったが、実際はそれを超えるピッチの機種上げだったので、その後の加速が通常より悪かった。足が滑走路を離れて、すぐに、 ピッチが15度に達した。その後、V2 がコールされたが、その時には、ピッチは18度にまで達していた。直後に、失速の前兆とされるバフェットが始まり、操縦室でも音や振動を感じ、その数秒後には、失速警報とスティックシェイカーも作動したが、操縦桿を少し戻すなどの処置も取らなかった。結局、地上から100フィートほど上昇しただけで、 すぐに失速状態となり、最後は左側にそれながら、左翼より墜落した。墜落場所は、滑走道端から約300メートル付近で、胴体は3つに避けて炎上。残骸は800メートルから先へ散乱した。事故当時の気象条件を勘案すると、事故機の主翼前縁部及び上面には、わずかの着氷があった可能性が指摘されている。 このことにより過大な機種上げを行うと失速する可能性が通常よりも幾分か高くなっていたと推測されている。検視の結果、機長の遺体の血液から0.2ないし0.3%を超える血中アルコール濃度が検出された。これは到底飛行機を操縦できるレベルではなく、精神的混乱、情緒不安定、痛みを感じなくなる。 呂列が回らなくなるなどの様々な症状が現れるとされている。機長が事故の20時間以内に接触したアンカレッジ市内に住む人々13名に対する聴取の結果は2つに割れた。機長ととても親しかった5名は酔っている兆候はなかったし、そもそも酒を飲んでいるところを見てすらいないと証言した。一方、さほど親しくはない6名は、 フライトの12時間前の時点では飲んでいるのを見たし、かなり酔っていたと証言した。NTSB はその自己報告書で以下のように推定している。ありがとうございます。